ワーナーブラザーズサミットにお越しの皆さん、私、カプコンのバイオハザード7担当しております、プロデューサーの川田とディレクター中西です。よろしくお願いします。今回の、バイオハザード7はですね、かなり原点に立ち返った、そのホラーの怖さっていうものを、前面に押し出したタイトルに仕上がっています。システムの方もですね、今回全面的に見直しを行いまして、まずカメラがですね、今までのサードパーソンビューからファーストパーソンビューに変更になりました。まあ、これによってですね、その恐怖、っていうものに対してそのダイレクトに向き合うっていうところがですね、非常に、体感できるようになっているんではないかなと。よりそのユーザーがね、怖い思いをしてもらえる、ゲームシステムに仕上がっているんじゃないかなと思ってます。さらに今回ブラジルプロトコル5にも対応してますので、はい、ブラジルの皆さんも没入して、恐怖体験を楽しんでもらえると思ってます、はい、さらにですね今回は、RE エンジンという、新しい、ゲームエンジンを一から開発しました。繊細な、グラフィック表現だったりとか、恐怖表現にすごく、役に立つ、描画力っていうものを、持ってます。さらに、VR に対してもですね、しっかり対応できるようなハイスペックなゲームエンジンとして制作されています、まあ、VR をやっていただけると本当に自分が舞台の世界観の中にいて、はい、自分が本当怖い思いを経験できるんで、ぜひ遊んでみてほしいと思います。没入感がやっぱ半端ないですから ね、 そうですね、はい。まあ、発表した E3 からですね、配信されています、プレイステーションプラス、会員成功でですねリリースされていますこちらの体験版の方もですね非常に、好評いただいておりまして、すごい規模の、ダウンロード数いただいているんですけれども、ねこちらまだもし遊ばれてない方いましたらぜひ、体験していただきたいなと思っております。こちらものすごいもう自信作と言っていいですよね、はい、そうですね。とにかく今回は「バイオハザード7」は、カプコンとしても気合い入れて作ってますので、はい、チャオー。